はい、お疲れ様です。アイスファクトリーのアンドロイドの動画になってますけどね、しょうもない飲み動画をつけていただいておりますけんども、いやー、今日も無事終わりましてね、キンキンに冷えたビールがうまい、スーパードライ、ジョッキはキリンだけど、まあ基本的には何でも飲みます。何でも美味しいです。地ビールみたいなのとかね、あのクラフトビールみたいなのとか、いろんなテイストのやつとか何でも飲みます。美味しいですよね、ビール全般好きで。ちょっとショックなことがあるんですよ。ショック。仕事終わりのビールといえばワイズファクトリーと思っていたんですけど、強力なライバルが現れてしまいました。皆さんご存知ですかね、あの今ツイッターでバズってる子いるんですよ。あの、まあ強力なライバルなんであえて名前は出しませんけどね、ハッシュタグなんかもつけませんし、あの、まあ、ちょっとうちのお仲間さんでね、あのツイッターとか見てない方、興味ある方は、まあ、よかったらちょっと探してみてくださいよ。だいたいビールとかなんとかで今バズってる子だからすぐ見つかんじゃないですかね。もう本当、まあ、だ単純にこうビールが好きな若い女の子が、まあ、ビール飲んでるだけみたいなのでツイッターがバズってるんですよ。そんなんで僕なんかあのもう YouTube で5年も6年も前からそんなんやってきてね、バズるどころかっていう話ですよね。そのトラックメイメイちゃんがですねあの、まあ、すごい人気なんですけど、あれですね、ちょっとツイッターなんか見てると、あもうすごいなーなんて、若い女の子がビール飲むだけでなんていうとね、そういう子がこうインフルエンサーとしてズバッと来ると、まあ出るわ出るわ、真似する子たちがね、まあ、女の子なんかもハッシュタグつけてトラックメイメイなんか可愛いとか一緒に飲みたい、結構こう飲んでるね、ジョッキを煽ってる画像がいっぱいツイッターにも上がってましたよ。うんとね、まあ、これはビール業界にはいいんじゃないですか。まあ、ビール好きとしてもね、まあ経済なんかにもね、最近ビールの消費が落ち込んでるなんてニュースも聞いてたんで、まあ別に無理やり飲む必要もないけどね、まあ楽しく飲んでもらえるんだったら映画なっつって、そしたらね、まあわら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 いるわいるわ、あのおじさんたちもねおじさんたちは別にいいっしょって思うんだけど、そうだってね、あのおじさんたちの日常じゃん、別に仕事終わりにカーッつうのね、それあの若い20代ぐらいの女の子がなんかちょっとあのギャップ萌えっつうのかな、そのああ今日も一日頑張っちゃってさーなんつって汗かいてーなんていう若い女の子が、そのなんていうか、そこでねおしゃれなワインバーじゃなくて居酒屋でこうビールをキューみたいなのが、別におじさんやっても普通でしょ。まあね、いるはいるは、まあその真似するおじさんたち本当に情けない。だってさ、別にこちとら本当もう40年もビール飲み続けてきてね、今更その、 あの若い女の子の真似してキューじゃないわけですよ。そこはちょっとね、俺もプライドが許さんかなっていうところまでね。だからね、やっぱりあのそういうツイートがね、いっぱいあるんで、中にはね、いるわけですよ。あのおじさんやっても別にバズりませんよっつってっていう人がいて、ちょっとあの僕はね、そこには同感かな。あの別におじさんがね、いやだってそれ別にあのおじさんがあのトラックメイメイちゃんの真似してビール煽ってるのって、それ別にあのただおじさんの日常だからみたいなね
っていう、まあ、辛辣なご意見なんかもありまして、まあ、僕もねそれはその通りだろうと思います。だまあそしたらね、ツイッターをこう見てるとおじさんたちがまあいろんなものを飲んでる飲んでるね。でハッシュタグについてるんですよ、ドラッグメイメイつってね。でまあおじさんたちがつってもうまあね、女の子なんかもとかって、まあ、だから結構一定の経済効果がねあったんじゃないかというようなところもあるんですが、おじさんたちがね、さとちゃんさとちゃんハッシュタグもついてってね、まあ、うちの仲間うちなんかでもねこういうさとちゃん、まあ今週全日本オートポリスね選手権があります。 ST600 クラス頑張っていただきたいね。お酒控えめにしていただいて、いやいいんですよもうこんなんね、跳ねてる子がいたらもう乗っかってきゃいいんですよそこはね、いいんじゃないですか。別にまあおじさんだって仕事終わりの一杯美味しいじゃないですか、行こうよそこはね。いきなり出てきてね、わーっと人気者になってくると、なんでしょうね、やっぱりこう出てくるんですよね、そのなんか、裏にバックがいるみたいなとかね、黒幕がとか、なんか案件なんじゃねえか、バックに電通がいるとか、ね、そんなツイートまでありましたけど、まあ別にね、じゃあそれが、そうだとて、っていうね、まあいいじゃないですか、おじさんたちはね。温かく見守ってあげれば、若い子が一生懸命仕事した後に飲むビールがうまいっつってカーッつってね飲んでるのがね、まあいいじゃないのよやってもらったら、なんていうかだから一つね物申したいなっていう感じですけど、あんな娘と一緒に飲みてえなうちの狐娘さんね、あんま僕と飲みたがらないんでね、これなんかやっぱりちょっとお酒飲んでいろいろ説教臭くなる、パパとはあんまり飲みたくないと思ってるみたいで、そんなことないんですけどね、楽しいお酒ですよね。お仲間さんなんか僕と飲んだことある人いっぱいいると思うけど、そんな酒癖悪くないですよね。なんかねうちの狐娘にはすごく警戒されてて、なかなか一緒に飲みに行ってくれないっていうね。ああいう飲みっぷりのいい娘みたいなのと一緒に飲んでみたいなっていうのがね、楽しいでしょうね。どんなこと話せばいいのか分かんないけどバズって言っていくとなんかね、いろんなこと言う人が出てくるもんですよね。ツイッター見てるといろんなことを言う人がいるんだけど、で当の本人もね、私はただのトラックドライバーだよなんていうツイートをね、しまいにあげる始末別にね、まあ、僕的にはそれ別に疑っちゃいませんし、別にそれが本当だろうと嘘だろうとどうでもねいいことなんだけど、 SNS の中での話っていうのだから、いろいろと言われてるんでしょうね。僕がこうパッと上っ面だけではわからないようなことがあるんだろうな。まあ別に楽しくビール飲んでる子がいるからそれだけでいいじゃんって感じはするんですけど、まあね、ただ仕事終わりのビールといえばワイスファクトリーっていうのがありましたんでね、これはもうどえらいライバルが出てきちゃったもんだなっていうことなんでね、もうほんとこううちも頑張って飲んでいかないとねっていう一本でした。
おまけになんかお仕事がトラックのドライバーっていうこともあるからなのかね、いろいろ多分言われてることもあると思うんだよな。なんつうか僕もこういう動画始めた時にバイク屋が飲みながら喋ってるっていうの結構心配されてね、いや仕事終わりに飲むの何悪いんだろうなって思ってたんで、まあやってきましたけど、まあ、最近は普通にね、もうバイク屋さん問わず別にお仕事終わりの方が飲みながら YouTube でいろいろ配信してるなんていうのは当たり前になったんで、まあね、こなれてきてよかったなと思いますけど、で特にトラックのドライバーさんが、飲みながら動画みたいなとかね、 SNS で発信っていうのは結構風当たりはもしかしたら強いのかななんて思いますけどね、別に仕事に支障が出ないようにね、お酒をちょっとたしなむみたいな全然いいと思いますんでね、まあ今後もちょっと僕も見てて、ああこんな娘がいたらな、一緒に飲みたいななんていうような感じがあったので、ぜひねちょっとおじさんたちを和ませていただくように頑張っていただきたいなってありました。はい、まあ今日は何のこっちゃっていうとね、まあ突如彗星のように現れたうちのライバルに物申すっていう動画でした。何のことさっぱりわかりません。お付き合いいただいてありがとうございました。ワイズファクトリー。